さあということでマッチングがうまくいくかどうかなんですけど、そこだよね。こっからなんですよね。それではまずは春日さんの気持ち聞いてみたいと思います。私の気持ちは、はい、ちょっともう怖くて出せないんですけど。2連続で拒否、ね、拒否されたらどうしようっていう。ちょっと怖いのだよ私は。まあでも正直なね。リアリティ番組ですから。まあ、どう出ても先に気持ちだけ聞いときますね。ワンカン目でね。まあそうですね。まあ今いろいろ考えたんですけども。まあ迷えば、でもここ行くしかないなっていう。ちょっとまあどっちにしても、結果じゃなくて自分の気持ちの踏ん切りをつけるために。ありがとうございます。行かせてもらいます。この後あのスタジオでユウさんと小籔さんのトークがありますから、ね。さあということで春日くんの気持ちを聞いてみたいと思います。春日くんお願いします。まずあの本当に時間取ってもらってありがとう。正直ね、迷惑かもしれないけども、そりゃ緊張するよな。そりゃ緊張するよな。頑張れ頑張れ頑張れ。もしかしたら気づいてたかもしれないけども、最初に見た時から早く言えよ。もういいって。もうやったろ。もう言ってください。じゃあ行きます。春日さんの気持ちお願いします、はい、もう正直、はい、もうちょっと見て。ありがとうね。ありがとうございます。よく言った。わかんない、そこからですよ。よく言った。ありがとうございます。春日の気持ちは分かりました。ありがとうございます。藤島さんの気持ちです。藤島さんの気持ち聞かせてください。実演させてください。おめでとう。